根岸駅は神奈川県横浜市磯区東町にある東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道、神奈川臨海鉄道の駅である。JR の根岸線と神奈川臨海鉄道の貨物線である本木線が乗り入れている。根岸線の駅番号は JK07。只見線の根岸し駅特別するため、当駅発着の切符には根岸と印字される。 駅名の由来となったネギは、東町の旧地名である中ネギ町からのものである、島式ホーム1面2線を有する地上駅。それ以外にも、JR 貨物の貨物列車が使用するホームのない、着発線2本や、それにつながる、専用線との受事線5本が、ホーム南側に付設されている。本木線の到着線及び出発線は、駅構内の東側に位置している。 駅舎は、構内北側にあり、ホームとは、古線橋でつながっている。直営駅で、緑の窓口、自動券売機、自動改札機、自動生産機がある。駅構内店舗は、改札を出て左手すぐのニューデイズネギシ店と、改札内、改札を入って左手すぐのレッツキヨスクネギシ1号店がある。かつては、ホーム上横浜型で、 レッツキヨスクネギシ2号店が営業を行っていたが2006年5月31日で閉店し、翌2007年1月に撤去された。このほか神奈川臨海鉄道ネギシ駅輸送本部が、駅南側の磯子よりにも設けられている。エネオス専用線あたり駅南側には、日本最大の製油所であるエネオスのネギシ製油所が存在する。 この製油所へ専用船が付設されており、当駅構内は石油製品を輸送するタンク車が留置されている。当駅のシャ使い貨物取扱い量は日本国内1位で、タンク車の出荷数量は国内最大である。旅客ホームに隣接する着発船、受樹船と専用船の仕分け船、二役船との間で頻繁にタンク車の入れ替えが行われている。 専用船の総数は34本、最大収容下車数は375両で、22箇所の積み込み口を備えた2役船が2本ある。専用船内の編成の入れ替えは日清が担当し、入れ替え用機関車 NDD56 型と D50 型が使用される。また、専用船内の奥ではスイッチャーにより編成が蘇生される。専用船を除く、 駅構内の入れ替え作業は、首都圏近郊の他の貨物駅と同様に、神奈川臨海鉄道が行っている。貨物の輸送先タンク車は、主に以下の駅へと発送されている。当駅から直接着駅へ運ぶ列車のほか、中継駅を経て、別列車に軽装されて着駅へ運ばれる貨車も存在する。発送先は、エネオスや日本オイルターミナルの内陸輸送所で、 輸送品目はガソリン、軽油、A 重油、C 重油、灯油の5種類である。一部の列車は多機線形式貨車のみで組成された最高速度時速 95km の高速貨物列車で、オモニア200系電気機関車や EF210 電気機関車などの経引により、石油の速達輸送が行われている。現在、当駅を発着する貨物列車の編成は、 石油列車で最大28両、コンテナ列車で最大20両となっている。2020年度の1日平均乗車人員は17,747人である。近年の推移は過表の通り、校内に多数留置中のタンク車2009年度の年間貨物取扱量は発送228万1,633トン。 到着21万940トンであった。近年の年間発着トン数は過表の通り、海側には工業地帯、山側には住宅地が広がる。駅前広場にはバスなどが発着し、それを囲むようにしてマンションなどが林立しているが、1980年頃までは空き地が目立っていた。横浜市営バスによって運行されている。二千年一月、 運輸省内の運輸政策審議会答申第18号で2015年までに横浜環状鉄道の整備に着手することが答申された。注釈出典。ありがとうございます。